じゃあ中くらいので。いらねー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。友達マークがあった。ほっ、ハートがある。ちょっと待って、ハートと友達2つは喧嘩？あーですね。おー、はるちゃん珍しいな。はい、それじゃあ、あうんくん。ふう、ハートマーク、いいね。いいね。なんでもないです。誰ですか、相手は。ほっといてください。ほっとかない、ほっとかない。実は、キャラメルのことが好きです。お、キャラメルさん？告白したいのですが。キャラメルさんってどうやった？相手おったっけ？え、おらんかったような気が。え、キャラメルさんなんか多分前振られんかった。どんな感じで告白したらいいですか？ね、なんかこう何人かで告白して、あ、気のせいかな。ここはロマンチックに告白する場所は。なんか好きそうやん。そういう感じの。音楽堂、喫茶店、公園、屋上。喫茶店で。その前に着替えた方がいいですかね。なんか他に服持っとったかな。普通の服、あら、いや、これはちょっとな。いや、そのまんまでいいよ。やっぱりこのままでいいですか。普通に無難にパーカーでね。はい。わかりました。では、勇気ユニフォームで来られてもね。さあ、どうだ。いいね、優雅にお茶。似合ってるわ、キャラメルさん。僕のブラック無糖の心をミルク砂糖入りに変えてくれたのはあなたです。付き合ってください。あ、どうだ。おお、やった、カップル成立。やった、めっちゃ幸先いいやん。いきなりのカップル成立よ、嬉しい。よかったね、あうんくん。あゆら島にまた新たなカップルが誕生した。うまくいきました、キャラメルさん。はい、レベルアップ。さあ、それじゃあ道具は何がいいかな。本。はい、道具、本をプレゼントしました。お礼にこれをあげます。ほいほい、何でしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。旅人の女の子と仲良くなりました。手紙、相手は出そうかな。え、彼女ができたばっかりでそんなことをしていたら誤解を招く。ダメだ。はい、グラタンでもどうぞ。いただきます。ほいほい、どうすか。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。これからもね、キャラメルさんと仲良くしてくださいまし。仲良くラブラブで。いいね、ラブラブだね。早速ラブラブだね。ここもあれやね、身長差カップルやね。男の子の方が低いっていう。はい、それじゃあ、せつなさんとはるちゃんが喧嘩したってこと？ちょ、入るよ、入るよ。ぬきー。ぬきー。ほら、落ち着いて。はるちゃんと喧嘩。あ、やっぱり、そういうことなのね。腹が立ちます。いやー、もうね、ちゃんと謝りに行こう。じゃあ、このイライラを沈めてください。ふんふん。それじゃあ、ドーナツでも食べて、ほら。落ち着こうよ。いただきます。ほいほい。どうすか。あんまり美味しくなかった、マジで。いや、美味しいやろ。いや、美味しいでしょうよ。はい、コーラでも飲んで。いただきます。水分もね、ちゃんと。まあまあ美味しかった。まあまあか。なるほどね。じゃあちょっと、どうしよう。催眠術、万華鏡、モビール。万華鏡、見てくれるかな。今はそんなダメだった。全然なんか突き返されてしまったわ。ということは、まあお風呂に入って、はい。それじゃあ、ひとっ風呂浴びてきます。これで穏やかな気持ちになってください。ちょんまげも外してね。もう歌いよるってことは十分ね。十分ご機嫌のはずよね。さっぱりしました。よかったよかった。
気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。さあ、ちゃんと仲直りできるかな。ちゃんと許してくれるかな。この間はごめんなさい。許しません。マジで。許されなかった。どうしたの、何をしたのよ。なぜそこまではるちゃんを怒らせたよ。ダメでした。まあそういうこともあるよ。またね、そのうち、そううまくいかないものですね。仲直りできるはずよ。頑張って。めっちゃドヨーンってなっとる。はい、それじゃあ、あとは遊びたい人たち。はい、ゆうとさん入るよ。遊んでください。はい、遊びましょう。食べ物お宝シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問で、これは何でしょう。クリスタル。答えはクリスタルでした。シルエットクイーン第2問。第2問で、でこれは何でしょう。ニンニク。めっちゃわかりやすい。ニンニクでした。シルエットクイーン最終問題。最終問題で、でこれは何でしょう。サクランボ。答えはめっちゃ簡単やん。サクランボでした。サクランボといえば大使いのイメージ、今でも。おめでとうございます。はいはい、一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいので。いらねー。お宝臭い靴下をもらいました。これはありがたくはないな。別にこの島で一番可愛いですよね。まあ、自分の彼女は一番可愛く見えるでしょう。この島どころか多分この世で一番可愛く見えるぐらいじゃない。ね。さあ、それじゃあ、アスムとユニポンちゃんの関係がどうなっていきよるんかをちょっとね、探っていきたいよね。アスムのそっくりさん、いらっしゃい。はいはい。さあ、関係的にユスムくんは相変わらずぎこちない。で、ユニポンちゃん悲しい。まあ、それ悲しいだろうね、離婚してるんだから。でもほら、ユニポンちゃんの方は、友達に戻れるかもって言ったけん。リンちゃんに、いろいろと、相談をしな。親友がいるというのはいいことだよ。ユニポンちゃんはカート君とリミネちゃんの家に。はい、ちょっとお呼び出しして、またアスムへの気持ちが変わってないかどうかを見てみよう。ご機嫌やね、今。おかえり。アユナのそっくりさん、いらっしゃい。どうもどうも。アスムと同じこと言うね。朝はすがすがしいですね。朝はすがすがしい。そんな風にさっぱりとした気分で起きたいよ、私も。はい、それじゃあ、ガム。いただきます。はいはい、どうすか。ガムで結構お腹満たされるね。美味しくなかった、マジで。嫌いな感じやったんかな、スースーするやつとか。さあ、そしてミスムくん、まあ満足。なんか微妙になっていきおらんわ、やっぱんけ。大丈夫。アスム相変わらず友達に戻れるかもないよね。なんかアスムとの関係がこうやって良くなっていくにつれて、ユスムくんとの関係が微妙になっていきよる気がするんやけど、気のせいかな。ユスムくんは完璧にお父さんが嫌いな感じですか。つらい。はい、ちょっと一軒家の方は、特に何のマークも出てなさそうやね。みんなラブラブ相変わらず。いいね。親子の時間を大切に。まあ別々のことはしよったけど。でも最近なんかさ、家に友達呼んだりとかしても、なんか友達同士で、全然、ね、別々のことしよったりとか、するの多いって聞くけど、何しに集まっとんよって感じよね。一緒におるっていうのがいいんかな。誰かしらが、なんか同じ空間におってくれる安心感みたいな。まあ、一人ぼっちよりかはいいんかな。めっちゃ似とるよね。めっちゃ似とるよね。さすが親子って感じやわ。あ、みんななんか夫婦の時間なり、え？二人とも個性的すぎない？
みんなね、夫婦の時間なり親子の時間なりを過ごしているのね。あ、ユニポンちゃんまた戻ってきたんや。なるほどね、カート君は出かけとんやね。レミちゃんだけ。なるほど。いや、みんな相変わらずラブラブで、ここにね、さらに夫婦が増えていったらいいなと思うんやけど。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあみんな、じゃん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 入れてって。今日は27,100円集まりました。ありがとう。さあそして朝一も見ていこう。おいしい枝豆だよ。お、枝豆。今日は特売日だからいつにも増して安いよ。いいね、はい、いらっしゃい。枝豆美味しいよね。お客さん、おはようございます。おはようございます。どうも毎度あり。あー、おまけはつけてくれなかった。そう、さあそれじゃあ今回もね、歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので聞いていきたいと思います。今回グループの曲で、ね、今までのグループあゆなじまで卒業式ソング、まあ、この時期ね、みんなもう卒業した卒業した人たちも多いと思うけど、これキラリチャンネルさんが送ってきてくれた歌です。の皆さん、おめでとう、卒業してくれた方の笑顔、みんなの感謝気持ち込めて、皆さん卒業式迎えて新しい生活に向かってね、みんな頑張ろうっていう。はい、それじゃあミーニュース見てこう。ニュースになりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。驚きの新製品が誕生しました。新型ポップアップトースター。今までの食パンしか焼けないポップアップトースターはもはや時代遅れと言われそうです。先日メロン焼き機能？メロンパンではなく、焼きたてメロン、美味しいんだろうか。全くわからないんだけど、まあでもね、私あれだよね、アップルパイだとかなんだとか、果物焼くのが好きじゃないけんさ、果物焼くのが好きじゃないけんあれないけど、まあでもね、果物を焼くという習慣は。そもそもあるけん、美味しい人には美味しいんかもね。めっちゃマーク増えたよ。え、どんだけなのって、え、喧嘩じゃないね、喧嘩じゃないね。はい、それじゃああゆな入るよ。魔女の格好になってる今度は。なんかこの間ね、なんかウェディングドレスみたいなの着とったのに。ゼロと友達になりたいです。お、ゼロさんと、マジでいいやんいいやんね、親友はるちゃんの。どんな感じで話から仲良くなれそうですか。親友はるちゃんの旦那さんやけど、褒める、礼儀正しく褒めよ。アドバイスありがとうございます。褒めよ。ではちょっとお話ししてきます。家族ぐるみで仲良くみたいな感じやね。いいやんいいやん。めっちゃ個性的な格好できてしまったけど大丈夫。ゲームセンターに住んどるぐらいやけんね、大丈夫かな。そしてきっと褒められて悪い気はしないはず。仲良くなれるよね。あー、よかった、仲良くなれた。つながったよつながったよ、ゼロさんとも。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、おかげで友達になれました。うん、よかったよかった。お、レベルアップ。さあそれじゃあちょっと服を何かしらあげようかな。なんかまたコスプレみたいな。王様、アラビアの姫、ガーゼのネグリジェ、鬼
いいね。はい、服鬼セットをプレゼントしました。いつもありがとうございます。私からのお返しです。もっとね、こう理想的に言えば、うるせえやつらのラムちゃん的なのが理想なんやけど、これはあれやね、ドリフとかの方やね。実用品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。ヨシガルト散歩の途中で大人スプレーも見ました。お、マジで大人スプレーはね、みんな結婚の時用に持っとかんと。はい、クロワッサン、いただきます。どうぞ。結構美味しかった。お、よかったよかった。まあそれじゃあね、ここの家族もつながったし、アスムとユニポンちゃんはいい感じを保っているということで、はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これから、多分みんな的にはね、アスムとユニポンちゃんの動向がめちゃくちゃ気になると思うよね。そこをさらに追っていきたいと思います。